今日も一日元気に行きましょう。よろしくお願いいたします。違う、これもしっくりこない。ああ、最高の入浴剤をいずこに。それでこの前買った入浴剤もいまいちだったんだ。はい、どうにも物足りない感じで、これまで何種類も買っては試してきましたが、香り、肌触り、効能、全てを満たした入浴剤は未だ見つからず。それでしたら町のお湯屋さんに行かれてはどうでしょう。確か各地の名湯を再現したというお店もあったような。それはちょっと違うのです、春姫殿。銭湯、温泉、いずれもそれはそれは素晴らしいものです。しかしお家のお風呂とはまた別物。お家のお風呂、それは一日を頑張った者に与えられる最高のご褒美、そして疲れを明日に持ち越さないための儀式。極東の古人はこのような言葉を残しています。風呂は命の洗濯と。そう、お家で入るお風呂とは命の洗濯なのですよ、春姫殿。自分は命の洗濯を最高のものにしたいのですよ、春姫殿。風呂は命の洗濯。みこと、お風呂が好きなのはわかるけど、春姫ちゃんがびっくりしちゃってるよ。はい、私大変驚愕いたしました。いえ、感銘を受けました。お家のお風呂を最高のものに、なんと素敵な考えなのでしょう。入浴によって体調を整え、常に万全の状態を維持する、それはひとえにファミリアへの貢献を考えてのこと。そこまでは言ってなかったような。それに比べて春姫は無意に湯に浸かるだけだった我が身が恥ずかしゅうございます。泣くほど感動してる。わほほ、分かってくれましたか、春姫殿。みこと様、最高の入浴剤必ず見つけましょう。しかし結局のところ、町で売られている入浴剤で良いものは未だに見つかっていないのです。これはどうしたものか。あ、じゃあさ、いっそのこと自分たちで作っちゃうってのはどうかな。ねえみこと、覚えてる？昔さ、季節の変わり目なんかに竹三日月様が旬の薬草を取ってきてくれて、それをお風呂に浮かべて薬湯にしてくれたよね。あれを真似してみるのはどうかな。自分で作る。なるほど、その手がありましたね。ダンジョンの上層でも薬になる植物があったりするし、潜りすぎない程度に探索してみてもいいかも。ええ、鍛錬にもなりますし、妙案だと思います。となれば善は急げです。早速今から参りましょう。今から。あ、見つけましたよ。これが体ポカポカ花ですね。それにさっき見つけた血の巡り良くなるゴケと、お肌しっとりそう。これで十分かな。そうですね、ギルドで読ませていただいた資料によれば、入浴剤に使えそうな植物はこれくらいのはずです。しかしこれだけではただの体にいいお湯になってしまいます。ここに香りは、疲れた心を癒す素晴らしい香りを付け加えて、初めて入浴剤は完成するのです。香りですか。この辺りでいい素材が取れるといいのですが。実は以前小耳に挟んだことがあるのです。上層では稀にめっちゃ香りだけなるキノコが見つかるとか。
めっちゃ香りだけ？その香りは濃厚にして清涼、香炉にくべれば極楽気分を味わえるそうなのです。先ほど集めた材料にめっちゃ香りだけを加えれば最高の入浴剤が完成するに違いありません。うん、それじゃあ探してみよう。それでどんなところに生えてるんだろう。確か湿気の多い区域の。ミコト、どうしたの？お二人とも感じませんか？どこからか芳醇な香りが漂ってくるのは。え？何にも匂わないけど。春姫ちゃんは？私も何も。いえ、自分にはわかります。こっちです。ついてきてください。ちょっと待って。近づいています。間違いありません。必ずこの近くに。ミコト、気をつけて。前方にモンスターの群れが。しかし香りもまた前の方から。まさかあのモンスターたちもめっちゃ香りだけを狙って。そうは参りません。刀の錆になってもらいます。うわ、そりゃあ！すごい、あっという間にモンスターの群れを。これぞ巫女様の入浴剤にかける思い。私感服いたしました。すごい執念。お二人ともついに見つけましたよ。あのモンスターたちが取り囲んでいました。それがめっちゃ香りだけ。確かにすごくいい匂いがするかも。これを加えれば最高の入浴剤ができるはず。早速帰って入浴剤作りに取り掛かりましょう。ついにやってまいりました。入浴剤作成のお時間です。薬草は刻んで細かくしておいたよ。お風呂も沸かしておきました。ありがとうございます。それではあとはこのめっちゃ香りだけを加工するだけですね。まずは手で細く裂いていきましょう。うわー、簡単に裂けていきますね。なかなか面白いです。あ、本当だ。ちょっと楽しいね。次は包丁で細かく刻んでいきましょう。それ、トン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 。面白いですよ。どんどん細かくなります。楽しいね。最後は野源を使ってゴリゴリと粉にしていきましょう。笑いだけ。これは
その2つは見た目も香りもウリ2つなのです。熟練の調合してもたまに間違えるほどで、めっちゃ香りだけを加工すれば最高の香料になりますが、めっちゃ笑いだけを割いたり刻んだりしたら香りは薄まり、おまけに成分が飛び散って吸ったものはしばらく笑いが止まらなくなってしまうのです。ではこれをいくらすりつぶしても香料にはなりませんね。そんな最高の最高の入浴剤が幸い、しばらく笑いが止まらなくなるだけで、それ以外の毒性はありませんから、皆様お大事に。ご飯の支度はどうしたものか。そうですね、まずは食材の確認からするとしましょう。武術とは心と体、その両方が重要。日頃から技だけではなく心も鍛えねば。鍛錬が終われば念願のお風呂が待っています。さあ、心ゆくまで汗を流すとしましょう。ベル殿だけでなく、ベルフ殿やオオカ殿の動きからも学べることはある。さまざまなものを教えとし、自分にどう活かせるかを考えなければ。よし、手入れ完了っと。できることなら共に温泉に入りたいものです。そして自分と磨き合いっこを。はあ、口惜しいです。この刀は自分を、そして仲間を守る刃。自分だけではなく刀も磨き忘れぬよう心がけましょう。ですか？これ以上はご勘弁を。ご承ですから。温泉入浴禁止。ごはっ！疲れや悩みをどかす命の湯に浸かれない。想像しただけで体力は限界まで低下し、マインドも底をついてしまいそうで。